長い。お、おい。はい。貴様はどうしてもウブスナガミを助けるのか。俗世の道のりなら教えてやる。悪いことは言わない。そのまま帰った方が身のためだぞ。それでも、イッサさんのところへ行きます。考えはあるのか。ウブスナガミは辺国に幽閉されているままだ。どうなっているか、俺にもわからないぞ。何かあったら、天道隊のしずるさんを頼ります。はぁ?貴様、天道隊を便利屋か、よろず屋か何かと勘違いしていないか。してないですよ。私がどんくさくなかったら、すべて自分でできるかもしれないけど、私には頭も力もないから。でも今の私にできることは、全部やりたいです。それに、私のこと助けたら、おばあちゃんが褒めてくれるんじゃないですか?キヌさんを引き合いに出すとは卑怯だぞ。だって、しずるさん私のおばあちゃんのこと大好きじゃないですか。親切キヌちゃんとか言って、おばあちゃんは私のなんですからね。そこんとこ忘れないでくださいよ。ねちねちと、嫉妬深いぞ。そんなこと承知の上だが、キヌさんは分け隔てなく誰にでも優しいんだからな。独り占めできる存在では。ん?おしゃべりもここまでのようだな。なんか来る?着いたぞ。ここにウブスナガミが。イッサさん、イッサさんは?なんだ、これは。どうしたんですか、しずるさん。牢が破壊されてる。それに、ウブスナガミがいない。え?一体どういうことだ?貴様、どうやってあの祠から抜け出した？私のご神体の心境が壊れちまったもんでね。縛るもんもなくなって、今じゃ自由の身ってわけさ。しずるさん。なんだ？汚れが溜まると危ないんですよね。ああ、辺国に留まり続ければ。神でも人でも例外はなく、汚れが溜まり、耐えられずに最後には物のけに落ちる。だが、落ちたとしてもせいぜい小さな物のけか、肉塊になるだけだ。この牢を壊せるほどの化け物になり果てるほどではない。めぐる町の祠にあるご神体の神経、壊れてたんです。だからイッサさんは自由になったって言ってました。ウブスナガミはめぐる町の汚れを見そぐ罰を受け続けていたはず。となれば、心境が割れたのもうなずける。あいつは時の玉神だ。幾度となく時を遡り、何度も汚れを払うことができる。そしてそれは、膨大な汚れの量になる。心境が汚れに耐えきれなくなり、割れた。あいつが持っていたのは、変国で溜まるだけの量の汚れだけではない。奴の汚れが決壊し、物のけになったとすれば。大変なことになったぞ。あ、イッサさん、どこ?イッサさん、どこにいるの?おい!イッサさん!イッサさん!落ち着け、アホ!今のお前にできることは、慌てふためき、ウブスナガミの名を呼び続けることなのか。ひとまず、このまま奴を放置しておくわけにはいかない。探すぞ。わかりました。どうか無事でいて、イッサさん。うわ、絶対これパート区切ってると思う。一回ちょっと録画切って、ちょっと撮り直します。次のパート、これ引き続きやります。おはぴよどうも、ひなぴよです。よし、やりましょう。ちょっと録画を一回切って、また再開しました。ですね、ちょっと、パート5から続けてずっと撮ってるんですが、もう、ダメだ。夢中になりすぎて気づいたら今、
0時22分ですね。まだパート5の編集終わってないんですけど、ちょっと、こんな中途半端なところで区切れないので、セーブもしてないんで、ちょっと、最後、これ撮ったら、ちょっとパート5のね、編集をしようと思いますよ。で、これは何？これは。これは穴？大きい穴？落ちたのかな、下に。じゃあ、イッサさんを探す旅に出ようか。しずるさん、心強っ。でもここは一体どこなの？この変国なんだよね、ここもね。知らない変国なんだけど。どう進めばいいんだ？あー、なるほど、ここなのね。何これ？すべて塵になっている。ひなこ、この塵には触れるなよ。ひどい汚れで、人のお前の身には毒だろう。なるほど。うん。大丈夫か？はい。それより早くイッサさんを探しましょう。ああ。うわ！触れる！なるほど！触っちゃダメなのね。わかった。ごめんなさい。もう、セーブしてから触ればよかったよ。早速1個減っちゃった。ライフが。なるほど。セーブはできましたが、じゃあまた変国に来たはいいけど、また全然違うマップになり変わっているのではないだろうか。うわ、ここにあった祠なくなってるし。こっちは？こっちも、全部塵になってる。すごい、すべてを塵と化してしまう。うわー、なんじゃこりゃ。あ、これ機能しないし。このセーブ機能しないし。じゃあ行くか。ちょっと触んないようにしないとな。普通にうっかりこう触っちゃいそう。操作ミスとかで。気をつけろ。気をつけろ。ここはちょっと一回ストップ、ストップして。オッケーオッケーオッケー。で、わ。すげえ。すげえ数のなんかいろんなものが塵となっているな。で、こっちにはもう行けなくなってんだ。この塵のせいで。で、こっちに行くしかないと。道が塞がれているな。あー、やった！回復できる。なんかいる。なんかいるんじゃない？なんか落ちてきたのか、今。チリンが落ちてきてんな。チリンじゃない？これ、地下？どっちだ？うん、じゃあ、とりあえずこれ回復できる。よかった。で、じゃあ同じところにセーブでいいよね。さすがに。よし、行こう。これ、落ちてきたチリとかに触っても、怪我はしないか。うわ！待って。恋が死んどる。恋が死んどる。てか黒い。やば。闇落ちしとる、あっちのマップが。こっちはいけないの？こっちはいけないか。行くしかないよね、こっちにね。あ、泉がなくなって、先が真っ暗になってる。ひどい汚れのせいだ。このままだと、変国全体が崩壊するぞ。もう、俺たちの手には負えない。一旦天へ戻り、報告を。まずい。ここも崩れるぞ。ひなこちゃん！ひなこ！もう少し辛抱しろ。今引き上げ。頑張ります。私、落ちた？落ちたね。私、ここは何もない。ここはどこだろう。しずるさんは汚れのせいって言ったけど、とにかく怪我がなくてよかった。ちゃんと動ける。早くイッサさんを探さなきゃ。なるほど。ごめんよ。ごめんよ。すべて私のせい。ただお前に会いたかっただけ。ただお前と話したかっただけ。ただお前を愛したかっただけなのに。
さんなの？イッサさん。どうしてだい？そんな寂しいこと言わないでおくれな。そうだそうだ、代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方やめてくれないかい？そうかいそうかい、いつもお前さんからおむすびをもらえるのは私の楽しみだからね。イッサさん、私だよ、ひなこだよ。私の声を聞いて汚れなんかに負けちゃダメだよ。木の葉、ああ、木の葉、木の葉、そんなところにいたのかい。ダメだ、私の声が届いてない。お待ち、お待ちったら。いや、もう私のそばにいない方がいい。木の葉を傷つけたくないんだ。おい、そんなことを言うんじゃないよ。イッサさん、そんなことを、傷つけ、木の葉は、約束は、震えちゃダメだ。固まっちゃダメ。恐怖で頭が働かない。でも、今の私にできることが、まだある。ごめんよ。足を動かして、走って逃げるんだ。諦めちゃダメだ。イッサさんは縁があるって言ってくれた。きっと何か理由があって会えたんだ。こんなところで死んじゃダメ。イッサさんに、私を殺させない。チリ触ってる。待って、チリが黒くてよく見えない。こっちか。よし、ちょっとあとライフ1なんですけど。待って、チリが。いいなぁ、死にたくなんかなかったのに。ずるいずるいよ、そんなこと言わないで。私も行きたいよ、こんなのってない。ねえ、こっちに来て一緒になろうよ。ああ、イッサさん、イッサさんを絶対助ける。殺させない。私のことを殺させない。行き止まり。イッサさん、私だよ、ひなこだよ。お願い、私の声を聞いて。私、イッサさんに伝えなきゃいけないことがあるの。木の葉、イッサさん。天国の様子がおかしくなったと思えば、やはり男は持たなかったか。あなたは、この恩忘れぬと言っただろう。安心しろ、天道隊がこちらへ向かっているようだ。あともう少しの辛抱だが。お母さん、これほどまでの汚れ、すまない。私の力では多少の時間稼ぎにしかならないようだが。お母さん、
人の子よ、もうすぐ天道隊が。それまで持ちこたえろ、逃げろ。やめて、イッサさん。昨日はあたしからもう離れないでおくれ。天道隊が来るまであともう少し。ここで逃げ切れたら私は死ななくて済む。違う、違うよ。私がイッサさんに会いに来たのは逃げるためじゃない。私は、イッサさん、私ね、イッサさんに縁があるって言われたこと嬉しかったよ。会ったのはたまたまじゃなかったって。変だよね、私、イッサさんに会ったばっかりだったのに。イッサさんが私を助けてくれてたように、私にもイッサさんに何かできることがあるって、そう思ったから。だから、きっと大丈夫ですよ。エニシが導いてくれますから。だから、必ずまた会いましょう。イッサさんに会いに来たんだよ。イッサさん、おひな、顔が、目が見える。心配かけたね。イッサさん、来てくれたんだね、おひな。私との約束ちゃんと果たしてくれたんだね。イッサさん、一緒にめぐる町に帰ろう。私は本当に幸せ者さね。イッサさん、ごめんよ、おひな。あたしは汚れに満たされすぎた。だから。いや、嫌だ。お願いだから、そんなこと言わないで。あの時、木の葉も、こんな気持ちだったんだろうかね。だから私はね、おひな、消え、あ、何か光って、あ、それは私が木の葉にあげたみそぎの飾り紐。あ、私の体の汚れが消えた。
木の葉さんが、木の葉さんが置いておいてくれたから。おかえり、イッサさん。ただいま、おひな。会いに来てくれて、ありがとう。うん。しみったれた空気は性に合わなくてね。さて、こっから出る方法だが。それならきっと。ひなこ、こんなところに。しずるさん、よかった。よかった。来てくれると思ってました。おやおや、あたしがいない間に随分と仲良くなったもんだね。話や事情はすでにひなこから把握済みだ。こうなった状況も。一部は天道隊に非があるからな。随分と素直なこと。イッサさん、しずるさんいい人なんだよ。こうして迎えにも来てくれて。はは。なんだその顔は。いや、なんでもないよ。さあさあ、案内しておくれ、しずるちゃん。やめろその給食。やめろその気色悪い呼び方は。こっちだ、行くぞ。ここは私が天国へ来た時の。この先へ進めば鳥居があるだろう。そこにある鳥居をすべてくぐるんだ。ここを通れば。ふん、出口は案外近いところにあったんだね。さ、おひな、煉獄とおさばらする、おさばら、なんだそら、おさらばするよ。うん。あ、そうだ、しずるさん。なんだ。天でもこっちでも、たくさんお世話になりました。本当にありがとうございました。世の均衡を保つためと、キヌさんのためだ。貴様のためではない。だが、礼は受け取っておく。はい。ソラ、とっとと行け。もう二度と天国なんてところに来るんじゃない。しずるちゃんの可愛いお顔も拝んだし、進もうかね、おひな。うん。おにぎりじゃねえ、おむすび渡したらいいのに。しずるさんに。達者でな。おお、セーブはできるの？セーブできるのか。じゃあ、ファイル4にセーブをして、行くか。ああ。ろうそくが、この物語の終わりを告げるように消えていく。行こう。帰ろう。私たちの街。めぐる町にな。この先へ行けば。ああ、帰れる。おひな、これだけは今言わせておくれ。あの時お前さんは私の力を貸してほしいと言ったけれど、力を貸してもらっていたのは、お前さんに助けられていたのは私の方さ。お前さんは一人じゃ前へ進めないと言っていたけれど、ちゃんと。その二本の足で立って進めていた。そう思ってた。お前さんにああ言ってもらえるまで。だから私も言うさ。お前さんがいてくれたから、頑張れたと。お前さんとさよならすることが、寂しいと。けどね、おひな。さよならをしても縁は切れない。おひなが望んでくれるのなら、あたしたちの縁は結ばれたままさね。絶対に。イッサさん、また会えるよね。もちろん、あたしたちには縁があるんだ。
会えるとも。めぐるの村の祠で、お前さんを待ってるよ。絶対に行く。おむすび作って持っていくよ。そりゃ楽しみだ。それじゃ。またね、イッサさん。あ、またね。ずっと真っ暗。あれ、何か聞こえる。これは、お父さんとお母さんの声。ねえ、あのね、聞いて。話したいことがたくさんあるの。私ね、たくさんたくさん頑張ったんだよ。それで、それでね。ひなこ!天気。わ、動ける。もうもう平和な日常が戻ってきたけど、イッサさん、イッサさん、もうダメだ、涙が出てくる。あ、心底つらい。ちょっと落ち着こう、この音聞いて。あー落ち着く。あー平和が戻ってきた音がする。あーついでに涙もちょっとトイレに流しておこうかね。 OK。 あ、ちょっと一回分じゃ足りないわ。 OK。 あーお父さんお母さん、お父さんお母さん、おはよう。お父さんおはよう。おはよう。よかった、なんか。お母さんおはよう。おはよう、ひなこ。体調はどう?今日は久々の学校じゃないの?体調はバッチリだよ。久しぶりの学校も楽しみなんだ。ちゃんと忘れ物チェックもしたし。昨日自分で握ったおにぎり、お母さん包んどいてあげたわよ。ありがとう、お母さん。行ってきます。おむすび。あれ、べっこ飴とかって消えたのかな?あー消えてる。食べなかったな、結局。ちょっととりあえずニュース見ようか。めぐる町の市道交差点で横断中の小学生一人が軽すいません、ちょっと鼻噛んでました。ちょっと読みますね。めぐる町の市道交差点で横断中の小学生一人が軽乗用車にはねられ死亡し、その数時間後、同じくめぐる町の市道で横断中の高校生一人が重傷を負ったひき逃げ事件で、めぐる署は丸日、危険運転致死傷罪として言えた同市の会社員〇〇容疑者を逮捕しました。同署によると〇〇容疑者は通勤中で事故を起こした後、あ、なるほど、変わったね。次は星座占いのコーナーです。本日の星座占い1位は大牛座の人。今日は何をやってもうまくいく一日。ラッキーアイテムはおにぎりです。素敵な一日を。あ、もう今日最高の一日。オーケー、行ってきます。行こっか。よし、学校に行く前に森の祠に行かなきゃ。行こう。いいエンディングにたどり着けてるんじゃないの。ちょっとおばちゃん、私帰ってきたよ。あら、ひなこちゃんおはよう。おはようございます。今日からまた学校行けるのね。よかったわ。一時はどうなることかと。ありがとうございます、おばさん。よかった。よーし、行こう。少年は、少年はまだお墓参りしてるのかな。あ、いるね。あ、森崎さんおはよう。おはよう。事故の怪我治ったんだね。安心した。ありがとう。僕はもうちょっと黒といてから学校に行くよ。うん、きっと黒も喜んでると思うな。
クロのお墓ありがとね。クロ、君にもいっぱい助けてもらったよ。さあ、おこら行こっか。イッサさんに会いにね。まっすぐ行くよ。もう鼻が詰まってきてるよ。来たよ。お、看板が立て直されてる。時の玉の神、ここめぐる町では時の神様として広く信仰された。神霊の御神体として祠には神教が祀られている。厄を消し幸福を招く助祭招福の御利益があり、時の神様として時を渡る御神徳を持つ。あったはずの災難を幸福へと変え、御神威を持って人々の祈りや願いをお聞き届けいただける神様だ。よし、イッサさんおはよう。イッサさん、私だよ、ひな子だよ。久しぶりだね。怪我の具合も良くなったし、今日からやっと学校に行けるんだよ。それで私、おむすび作ってきたんだけど。イッサさん？あ、イッサさん。おはよう、おひな。お、後ろに！なあ！キャーって、失礼だね。こっちとらずっとおひなを待ちわびてたんだよ。イッサさん。はい、イッサさんだね。はい、イッサさんだ。言えないって。はい、イッサさんさね。イッサさん。うんうん、私がいて嬉しいのかい？うん。ねえ、イッサさん。ん？私、学校行くまでまだ時間があるの。ちょっとお話ししていってもいい？ああ、もちろんだと思う。おむすびを作ってきてくれたんだろ？食べながら話そうね。せっかくの縁なんだ。お前さんのこと、もっともっと話しておくれ。エンド、ちょっと綺麗に読みたい。エンド4、絆。素敵な一枚絵すぎる。ダメダメダメ、めっちゃ涙出てくる。よかったよかったよ。ありがとうございました。最後まで見てくださった方々には本当に感謝しかありません。今0時53分。もう一発で幸せなエンディングにたどり着けてよかった。イッサさん、幸せになってほしい。ダメだ、めちゃめちゃ涙出てくる。もうエンディングトークというトークがもうできないくらいに素晴らしい作品でした。草壁様ありがとうございました。おむすび、おしまい。ああ、しずる、先日の変国の一件はでかしたな。ありがとうございます。お前に新しい任務だ。
めぐるの村の見添いでいた時の玉神が再度村に戻ったことは知っているな。はい、割れた心境を直し再度めぐるの村を見添いでいると。ああ、だが時の玉神の力も戻ったばかりで未熟だ。そのおかげでめぐるの村に汚れが溜まり始め、事故や病気が相次ぐようになっている。さらに未だ小さいが物の毛が現れ怪奇めいた事件が起きたという話も聞く。そこでだ、しずる、お前には人間として属性を降り立ち、しばらくはめぐるの村を見そぐ任をやる。めぐるの村には先日の変国事件で知り合った人の子らもいるんだろう。よろしく頼むぞ。御員に頑張ってください。ああ。はあ！素敵な終わり方だね。あら。とりあえず、おむすびクリアいたしました。ありがとうございました。でもさ、他のエンディング気にならない？他のエンディング見たいよね。見たいよね。じゃあちょっとさ、ちょっとやってみようかな。ちょっとそれでエンディング回収して、この実況は終わろうかな。じゃあ、また次回お会いしましょう。おつぴよです。